します。店長のキュウリを。すみません。変わります。テーブルに乾かせるのってふざけてるの。いや、すみません。はい、OK。ゴミ出すぞ。はい、じゃあ残りですね5分時間を置きたいと思いますので少々お待ちください。お母さん直すよ。どこ行くんだよ、どこ行ったんだろう。めっちゃここから聞こえますね。マジですか。マジマジでこいつ。はい。あ。何寝てんの。いや。ちょっとトイレしたら。え？タイマー持って寝るってもう完全にお前サボる気満々やろ。いやいや。すみません。そのちょっとね。流すんじゃない。あ、流します。次やったら首ばい。今度新商品が出るので、まあ、どれをちょっと入れるかですね。あ、すいません、お先します。お疲れ様でした。はい。あ、ですわ。はい。いや、なんか今日ミーティングしてから入っていいかなと思ったんですけど、はい、でいいかな。あ、違う、変わったっすね。ありましたね。変えなかったあ、そうなんですか。そうですね。そうですね。あ、いや、大丈夫大丈夫。まあ、いいんじゃないか。はい、すみません。頑張ります。トイレで寝てたしね、今日も。いや、やっぱね、寝不足なんだ、この人。いや、すみません。気をつけます。しょうがないね。こういう人もいるってことで。うん、どうぞ、お疲れ様。すみません。お疲れ様でした。すみません。それでも謝りながらも帰るんだよ。首だな。首じゃねえ。やば。で、どうしましょうか。ちょっと今ホットタオル作りますね。ねえ、さっき温度マジ熱いままなんだけど。誰？これもテーマです。またあいつマジ熱っ。うわっ、はい、まあ、はい、熱いんだよお湯が。あ、すいません。バカタレが。すいません。そうだよ、気をつけます。はい、マジで何回怒られるんだよ。いや、10回目です。10回目じゃねえよ、もっとやってるよ。はい、アホ。はい、すみません。よし、お疲れ様でした。はい、じゃあお疲れ様でした。あ、これ知ってる。あ、防具です。なんでタオルとかで巻いてないの。あ、いや、後でいいかなと。いや、すぐやるし。すみません。こんなに巻かったらクビになるよ。はい、早く直してよ。はい、すみません、直します。はい、すみません。店長、こいつクビですよ。マジ。しっかりね、こうやって手になじませてつけてあげるって感じでつけてあげてください。はい、はい、みたいな感じですね。じゃあちょっと鏡で後ろ見せますね。よいしょ、こんな感じです。
おー、昭和初期みたいな。いい感じでしょう。で、最後にこのドライヤーとかですね、しっかりこう乾かしてあげるっていうような感じでやってあげてください。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。めっちゃベタベタになってるの。何した？こっちもベタベタだし。あ、すみません、ありがとうございます。はい、これベタベタにしたの小山くん？あ、多分ワックスが多分ちょっと残ってたんで、すいません。これするの何回目？いや、10回目ぐらいです。すいません。10回目？いや、もうクビになるよ、あんた。はい、すいません、気をつけます。すいません。店長、またやってますよ、こいつ。次何？ワックスするとままでいっぱい触ってベタベタにしてます。すいません。何言ってよ。ゴン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 。おい、すいません。うん、次こっちもなんだ、分かったよ。お前ジュニ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 、ゴンゴン。あーなー、邪魔してんのか。すいませんでした。大丈夫ですか？声が入ってない。私あれ、どうなりました？もうエラピラピラになった。あ、ちょっと一回止まってるで、これね、どうなりましたって言って、どうなりましたって言って、どうなりましたって言って、お前だよ。いや、ちょっと俺のシナリオ的には、一回区切って、区切ってトントンみたいな感じでしてもらって、で、そこで国をどうしてる。何でしてる。どうでした？面白かったですか？寝てるくせにめっちゃドヤ顔。こんなんじゃクビになるよぐらいで、ね、クビにしみればいい。こんなんじゃクビだよみたいな。あ、え、あ、え、どうしたの？なんで？すみません。気をつけ。またクビになるよ。はい。またって言っちゃった。一回クビになってたみたいな。ジュニ、ジュニ。パキオさん、